はじめに、なぎなた、何それ美味しいの、と思う人や、なぎなた、ああ知ってる、長い棒使う版の剣道みたいなやつね、と思われる人が多々いるので、基本技の練習の映像を流しながら、私たちの部活紹介をしていきたいと思います。ゆっくりしていってね。私たち近代なぎなた部はサークルから同好会の過程を経て、平成27年に発足した新しいクラブで、平成29年現在、男子11人、女子7人の計18人で活動しています。なぎなたは女性がメインの武道ですが、最近では男性の競技者数も増えてきており、現に、私たちなぎなた部の男子部員数が女子部員より多いことが、その証拠だと思われます。多分、なぎなたには、他の武道と同様、型の美しさ、正確さを競う演技競技と、防具をつけ、面、コテ、胴、すねを狙ってなぎなたを相手に打ち込み、一本を取る試合競技があり、演技競技、試合競技の二つを中心に稽古しています。なぎなたみたいなマイナースポーツとかって、昔っからやってるやつぐらいしか大学でやらねえだろ、と思われる人がいるかもしれませんが、ご心配なく。他の大学には高校からの延長でなぎなたを続ける人が多くいますが、私たち近代なぎなた部はほぼ全員が大学からなぎなたを始めた人たちばかりなので、武道の右も左も上も下もわからないガッチガチの初心者の方でも、謎の威圧感を一切感じることなく安心して始めることができると思います。また、部員のみんな、気さくで絡みやすい人ばかりですので、すぐに打ち解けることができると思います。まあ、すぐに打ち解けれるかどうかはあなた次第ですけどね。っていうのは冗談で、先輩が自分から絡まれに行くと思います。この動画を見てほーんの少しでも、なぎなたという武道に興味が持てた方や、元からなぎなたに興味がある方、もしくは高校の時やってたし入ったろという方は、気軽に見学や体験に来てもらえると嬉しいです。ではでは。